今みたいな行き過ぎちゃったって思った場合もあまり U ターンはしない方がいいですね。やはりこういう大きいバイクは本当に重量があるので、まあスピードある程度高いと、まあ安定するんですけど、こういう低速域で U ターンとかいった場合はスクーターとかそういうバイクではないので、 U ターンはせずに、迂回というか道に沿って戻る方がいいと思いますね。そうすると立ちこけが少なくなるはずです。ちょっと今信号で止まったのでそこで曲がってみようと思います。多分戻れるんじゃないかと思うんですけど、よいしょ。こういった場面では本当に追突されないか緊張しますよね。ちょっと気を使う、まあ、いつも気を使って運転してるんですけど、まあ、ちょっとより一層注意したいとこですね。よいしょ。今のいわきナンバーだったな。いわきから来てるのかな。出会い頭っていうのが、おモデルファクトリーヒロさんに着きました。ここでお昼からバザールですね。さあどうしたらいいんだろうな。ちょっとここで一旦左曲がるか、危ないから。これでちょっと道をまたぐのは危ないので左に曲がることにします。ヒロさんはもうモテファクトリーヒロさんを確認したので、ちょっとこっち曲がって、よいしょ。すごいですね。なんかヒロさんの今10時前来ましたけど、すごいですね。
ここに置いてあるだけなんですよ。それでですね、モデルファクトリーヒロさんで買ってきたキットはこの2つですね。1個が2003年のルマンで優勝したベントレースピード8ですね、ゼッケン7番よいしょ。これっすね、よいしょ。もう一つが1991年のルマンでリタイアした、メルセデス C11 ですね。この時はマツダが勝ってますね。この時はまああのグループ C カーのなんすかこのターボじゃないよ、なんだっけ、なんか要はハンデがつけられたわけです。でまあ結構なハンデの中、取っ払いをしてリタイアしてしまったという車です。よいしょ。Thank you.
並んでます。